2、両手利き。多くの人は右利きもしくは左利きだと思います。一般的に右利きは約 88-90%、 左利きは 10-12% と言われています。ですがどちらでもない第三の利き手があることをご存知ですか？それが両手利きです。両手利きはその名の通り両手を同じように使うことができ、文字や絵を描いたりできる能力のことです。人によっては手の怪我などが原因で両手利きになるケースもあるようですが、どちらにせよ大変珍しいことと言えるでしょう。また両手利きはただすごいだけではありません。なんと天才という噂があるんです。右利きは左脳をよく使うため分析能力などに優れ、左利きは右脳を使うのでイメージ能力に優れているなんて言いますが、それならば両利きは両方の脳を使えるということなのかもしれないですね。実際絵画や数学、科学、彫刻、建築など多方面でヤバい才能を発揮した天才レオナルド・ダ・ヴィンチも両手利きだったと言われています。過去にあるバラエティ番組にて両手を同時に動かすことで特殊な脳領域が活性化され判断能力が高まるという方法がありました。両手を同時に動かすくらいなら今からでもできそうですよね。ですが気になる研究結果も出ています。イギリスとフィンランドの研究によると、両手利きの子供は右利きもしくは左利きの子供と比べ2倍の確率で言語障害と低学業成績だったそうです。まだ研究途中らしく明確な原因はわからないようですが、両手利きと天才の関係が解明される日は来るのでしょうか。